こんにちはセレクトショップマイティーワークス公式 YouTube でございます、はいえー、たまにね猫が出てくるんでこういうふうに猫と遭遇できたりするんですけど、えー、実は、えー、と毎週ねいろんな商品を紹介しておりまして今日はなんと、えー、この秋から入った、えー、新しいブランドですねマイティーワークスにおいては、はいはい、RE メイドイン東京ジャパン もちろんメイドインジャパンで作っているちょっと綺麗めのブランドでございます。はい、はい。えっ、ー、と、どっちからでもいいんで紹介お願いします。そっ,っちから見ますか。はい、えっと、ボアフリースの、うん、えっと、クルージップ、ジップジャケット。えー、はい。これね、ここれにこれにはいうちのスタッフもなんかちょっと絶賛してますよ、えー、このリブの長さ、可愛これがかわいいんですよね、絶妙に。うん はいでえっ、ー、とここ、まあ、ちょっとゴールドのジップを使ってまして、うん、あのなんていうのかなこのブランドきれいめなんですけど、うん、このボアフリースできれいめの雰囲気を出すって結構難しいと思うんですよただ、ね、ゴールドジップでこ,このリボンを長くすることで,ではいそうなんですノーカラーのジャケットなんです。 これねちょっと大人なんですよいいボ,アボアフリースのジャケットで大人に見せるって結構難しくない、うんはい、それをなんか体現しているといういいこのブランド非常におしゃれでございますちょっと今ね、うん、えとこの秋入ってきていろんなお客様に紹介してるんですけど、うん、結構反応がいいですねなんか光沢感があるニットだとか、うん、ちょっとねきれいめに見せてくれるんで、うん、まあセレクトショップとしては非常にいいんじゃないかなと、うんはい、お洗濯できますね ウール75にポリが25、はい、なのに洗える、はい、だこれもウールを使ってるんだすごくいいこれさっ、えー、となんか前紹介したスノーピークのね、はい、あのフリースもウールを使ってましたけど、はいはい、これもウールを使ってるってことでこのねボアの感じがね非常にいいですねあなんか猫が動き出しました、ね、<laughs> <laughs> この2人はね毛を描いて確認して。うんえー えっと喧嘩のような遊んよねよ遊んであげるのねはいですねはいはいっていう感じの綺麗めの RE メイドイン東京このブランドねえっとうち相性いいかもしれないですね非常になんかセレクトショップってきれめっていうイメージあるんで、うん、きれいめのブランドをちょっと探してたんですけどこのねメイドインジャパンで<は>まあ、いいブランドが見つかったんで今ちょっとねやってますはいはい。はい、なんか可愛いですね

ジャプジャプジャンプジャンプジャンプおちょっといたいたいた私たちだけじゃない上はキャットウォークになってますからね猫のための売り場になっておりますはいというわけで次行きましょうはいじゃボアフリースジャケットケーでしょうかはいもう1点ですねウールのジャケット入ってきましたこれもね非常に良かったうなりましたセレクトしててうなりましたこれもね大人っすよね私これチェックは 洗いますね。このなんかウールのジャケットなんですけど、うん、多分ね着たらね結構あ,あったかいと思うんですよ。で何がいいってこのジップが細い。おしゃれ。 ジップ細くない,ジップ細いね細いでしょわざと細くしてね雰囲気を出してくれる本当だスタンドカラーのねジャケットなんかこのジップもなんかシルバープなんだけど、はい、すっごいキラキラ感、はい、で新しく見つけてきたブランドなんですけど、うん、まあうちにしてはそこまで高くないんですよねきれいめでいい、ね、あのそんなにめちゃくちゃ高くないこれもえっと、2万円以下でしょ、うん、ですよね、うん、はい あのメイドインジャパンで2万円以下で結構綺麗いめの雰囲気が手に入るっていうの、うん、これ結構非常によくて割と服ってあの、ね、なんか見た目変わりますんで、うん、ちょっとやっぱ小綺麗にしたい時は、はい、こういうセレクトショップで買うとねちょっと小綺麗になりますんで、はいうん、ちょっと大人になるとかね、うん、このなんか,スリ,か、はい、スリット割れてますよねそうなんですよこれがねのこのブランドいいんですよでこれね多分あったかいと思います非常にはかいと思う、はい ウなんかね何だろうメルトンみたいな感じわかりますそうそうそうなんかコートとか昔作ってたメルトン素材なんですよね圧縮ウールですねウールをギュッてしたような感じのだけど軽いのそうそうそうでブルゾンを作ってるっていうことで非常にいいんじゃないですかねこれこの感じであったかくてこんなに綺麗めに作れるなんてすごいでしょこの素材で綺麗め出すって相当難しいんですよ ここがすごいかな。これね、アクセみたいそうだね。綺麗だよね。キラキラしてね,、うん、ね。キラキラ感出してくれるんですよね。ここね。絶妙に。はい。そこがすごくなんかいいなと思ってセレクトしました。しこ,のこのさ、バンドカラーはい。はい、いい、いいですよね。ですね。 セレクトして商品を入れるまでにまあ1年から1年半ぐらいインスタグラムをずっと研究してずっと見てました商品このブランドはこういう傾向があるなっていうのをずっと研究してでやっとこぎつけた感じですね非常にいいと思いますというわけでこんな感じでいろんなブランドをねセレクトショップなんで紹介していきますんで気になる方はいいねボタンとチャンネル登録そしてベルマークボタンを押していただけるとありがたいと思います はい、はい、というわけで今日はこんな感じで終わりたいと思いますはい,はい、失礼いたします失礼します